他力孔明、星さん。諸葛孔明が現代日本に日本語をインストールして若い姿で転生した後に、日本の人族の売れないボーカルのメスの歌に一目惚れした孔明が、その人族のメスの軍師として売れっ子歌手にするシナリオ。全体としてよくできたシナリオであり、売れる漫画作りたいなら売れない漫画家のメスとかそんな感じに設定して孔明の部分を多数がクリックしたがるような半券の切れた安倍の生命とか別のキャラクターを添えてこの漫画のシナリオラインのようなシナリオを作れば売れる漫画が作れると思われる。お手本にしたいくらいその辺の作りがよくできている。漫画としては、新人を自分のカマセイヌにしようとするキャラを出して逆にそいつを三国志の計略を使ってカマセイヌにするとか、ボーカルの喉が弱いことを利用して相手を潰すとかして自分の推しの人族のメスを人気者にするシナリオ。最終的にはそのボーカルに喉薬をあげて彼らを味方に引き込む作りもお上手なシナリオなので、出てくるサブキャラにしっかり性格設定して彼らに何か課題を設定し、それを解決することで懐柔するといったシナリオやライバルを最終的に自分の仲間にするだとか完全凶悪ができててリモールトでね、自分のライバルになり得るビジネスでやりたくないアイドルユニットしてたバンドをその人たちがやりたい音楽だけど人気が出るように最終的に持っていったり、読者やデイドリーマーが求めているベストエンドに持っていって読者のカタルシスを解放する感じも王道をゆく売れるシナリオ。文芸よくできたシナリオと絵柄が綺麗で日本の音楽トレンドやクラブミュージックも勉強になるおすすめの面白い漫画。